はい皆さんお疲れ様です、えー、今回はサイ成り立ちについて語るを語るの九番目かなサイ成り立ちを語るの五ですねを、えー、やっていきますこれ見せるの忘れてたんだよな <laughs> カンクン土産んメキシコメキシコっていう <laughs> 自分用に買ったんですけどこういうカップのちっちゃいやつで中もなんかこう書いてあって でこっちのねこの黄色いのは黄色いのはこれかき回す棒ねでこれがここに収まるんだよ棒がうんしゃ落ちだぜ <laughs> 1200円ぐらいだったかな日本円に換算すると1200円ぐらいで空港で買ったんですけどで空港で買うと大体こういうのは割高じゃないあの地元の人は多分半額ぐらいでこれ買ってんだよ だけどさメキシコの物価ってどんだけなのか私よく知ってないんですけど、まあ、メキシコは物価本来は安いんだよね安いけれどまあ観光客には高値で売りつけるとまあ別にどうでもいいじゃない、まあ、気楽にいきましょうよでこの間話したこの防水パックねこ防水パックってこういつも使ってるこのアクションカムが入るのねこ,これだとあのこれでプールに入っちゃうとこれダメになっちゃうねここいつをこう入れて こう蓋しててやってさこれをやっただけでもう 40m まで潜っていけんの。40m っていうとすっごい水圧だからねもう強烈な水圧でもこれ持っちゃうんだよね。で圧がかかるとこれギューって余計に蓋が閉まるわけじゃない圧力かかると、うん、それでもう水が漏れないっていうやつなんですけどね。まあボタンがこれこんばんはこれは電源ボタンねこっち録画ボタンでで録画スタートしたらこれロックってやっちゃえば。 間違ってこれ録画止めちゃうとか電源ボタン止めちゃうとかってそういうのはないのよだからこれで録画を縮らないようにできててこの辺の設定ボタンなんかも全部動かせてだからこれも水深40メートルのところでも全部操作できちゃうのねで、水深40メートルまで行くとどうなっているのかというともう暗い南のそのリゾートなんかで水がすっごいきれいなところでも40メートルまで行くともうね暗くなってきますで、40メートルっていうのはそのくらいなのねだから50メートル防水に必要はないのよ なんでかっていうと 50m になっちゃうともう暗くて照明たかないと無理ってことになっちゃうんでねだから一般的な観光はねぐらいいしか潜んないですよこれはもうこの性能でもたくさんね <laughs> 潜ってるとね水深計とかこう見ながらってやっていかないとあとはダイビングコンピューターってこうつけていくんですけどそういうの見ながらやらないと 30m と 40m の区別がつかない <laughs> 危険でしょへ下手すると死ぬんだよあれ <laughs> マジ死ぬよで私は今回もこのソニーのハンディカム持ってったんですけど、ね、普通のビデオカメラをこう持ってったんですけどうんもうほんとさ観光地行ってもさあとリゾートホテルとか行ってもさビデオカメラなななんてて持ってる人どこもいないな誰一人としてこんなビデオカメラなんて持ってなくて皆さんスマホで撮るだけだよね。でスマホで撮るのもまあ悪くねっちゃ悪くないんだけど。 何かこう,こう動画としてまとめようとかってやるとどうしてもねこうやってビデオカメラなんかで撮影をちゃんと意識して撮っ,ったっていう映像を集めてそれで編集して1個の作品ってやらないとうまくないですよ。あのスマホなんかで撮るだけでなんとか作品1本作ろうとするっていうのはねやってやれないことはないんだけど大変なのねだからあの私なんかはこうやってビデオカメラを使いますこういうシーンにおいては。 ビデオカメラじゃないいとっっててうのが分かってるかるで多くの人は自分のこのなんだ人生において自分とか自分の家族とかが友達とかが映ってる映像っていうのはどれもきっと短いんだよ10秒とか15秒とかそういうのが単発にあってポツリ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 って点なんだよね点がポツ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 ってあって終わの。で私のはまとまってるわけよまとまった映像っていうのが残ってるの。 でもまとまととた映像をややろうとすると大変だだかららみんなやんなないんだよねで。私なんかはやるんでおととしめの結婚式行ったっていう話したじゃないですか。でめいが子どもの頃の動画っていうのは全て私が撮影しました。<laughs> 私が撮影して編集してで DVD にや焼いて私の兄のところ夫婦のとことかあとはあの義理の姉の実家の方とかそういうところに配ったのね。 うん、でもそうでもしないと誰もやらないのめんどくさいからさめんどくさいからやらないんだよ。で手荷物で持ってったカバンがこれなのよ。これはあのエース・コーショーっていう日本のメーカーでブランド名がねプロ,テプロテカっていうやつなのもう売ってないのねこれやめちゃったの。エースっていう会社はあっていまだにスーツケースとかはやってんだけどこの手のバッグはやめちゃったんだよね。でここ何がいいかっていうと、まあ、も元々物がいい いいし値段がほどほどってのもあるんだけど修理サービスちゃんんとやってくれるんですよ何年かしてチャックが壊れたとかね中のポケットが壊れたりとかするとこのエースっていう会社に「修理してください」って送るとちゃんと修理してくれて送り返してくれるで私ねこれ,これ2つ持ってたんですけど1個はダメになっちゃったんですけどなんでダメになったかっていうとこう修理がもうやめちゃったのこのモデルもう古いんですよ25年ぐらい前のモデルなのね。でこれれももう壊れちゃったらアウトで まあそうしたらどうしようかあの罪が大体同じようなのを出してるから次は罪を買おうかなと思ってこれはね座席の下飛行機のね座席の下に入るんでこれは無料なのまあカバンを買う時はいつも飛行機に詰めるかどうかが <laughs> 一つの基準ですかねそうだこ,うこ,うこれでいい機会だからちょっと言ってきます。あの ななんんでで、ね、結婚しないのってこう言われるんですよ犬とか猫とか魚とかミジンコとかあんでもね自分の遺伝子を次に渡すっていうのがまあ一つの生きる理由っていうのかな,なんか生命の根源というかそういう部分があるじゃないですか。だから人間だったらね、まあ、結婚して子供産んでみたいなそれがまあ当たり前の形っていうか普通はそうだよねみたいな男に生まれちゃったんで。 父親にはなれるけど、母親には絶対なれないんですよね。だから父親になることにあんまり興味がなかったっていうことかもしれない。はい、じゃあここで皆さんに発表です。あご報告がありますダン、えー。いくらは妻がおります。それから子供もおりますので、父親です。夫であり父親です。 でここのバンクーバー来たのも妻が仕事のオファーを受けてどうしてもやりたいっつうんで,で私は嫌だっつったんですけど本人どうしてもやりたいっつうんで来てますって子供,の子供も当然連れてきてて子供の面でも見なきゃいけないんでそれで専業主婦イークラの仕事が大変なんですよこれ14年前ね14年15年だっけ14年かなこの時には私は、うん、私の考えはこうだったな。 でも十数年経って、えー、私の考えは変わってるわわけね変わってるっていうかこの,このほんの数年後にもう私結婚してますんで数年で人は変わるんだよっていうか変えようよ <laughs> 変えようよ <laughs> あの。自分の一番大事な背骨の部分は変えないでいいんだけどそうじゃなくて周りは 変えり必要があったらさらっと変えちゃうぐらいの、うん、気持ちがいいんじゃないですかね。で、今私がこっちでジタバタジタバタやってることも将来それが吉と出るか強と出るかそれは分かんないんだけど吉と出るようになるように今頑張ってます。じゃあ続け続き行きましょう。だから自分の気持ちなんてのは自分でもよくわかんないんであれなんだけどこれはあの自分の気持ちを推測で言ってんだけど多分ね父親になりよりか母親になりたかったんで。 今の形態をきっとと選んだんだだ思いますよ例えばね自衛隊に残ってそのまま幹部になってっていうならあれは国家公務員だ,かだしあの幹部ですって言ってきゃ一応制限でもいいしそれなりに給料ももらえるんだろうし、うん、感謝にも入れるしなんだかんだで生活はまあ安定するっちゃ安定してるじゃないですかあの組織の中でうまーくこうやって泳いできゃね、うん、それなりに甘い汁も吸えるんでしょうからそこで適当にカメさん見つけて、えー、子供何人か産んでってやりゃ 本来のこの、当たり前な生命の、このサイクルにはうまく自分も乗れるわけですよ。だけど、まあ、そういうのを拒否した。自衛隊の幹部の神さんは大変だぞ。<laughs> 本当さ、あ大変だなって思うよ。で。私が自衛官だった頃の妄想だったし。今もその状況は変わらないらしいんですよ。で、何が大変っていう。事務仕事がもう大量にありすぎて。 ぐぐっちちゃぐちゃなのと、うん、だから今 IT 化してるんだから効率化すりゃいいわけじゃん効率化すりゃいいのに、うん、月日がたっていって効率化になるんじゃなくて月日がたっていくと過去の仕事もやってなおかつアドオンもされちゃうのよだから追加追加をやられちゃうんでいくら IT 化でこう効率化しようとしたって無駄なのよ。無駄なな仕仕事を押し付けてててくるるっっっいう仕組みになっちゃってるんで だから泥の上に泥を重ねるみたいなことをやっちゃってるんでいつまでたっても大変なのよギリギリまで大変なことやるのよで本当不思議だなって思うのはじゃあ有事の時どうすんだよってやつだよだってそんな事務仕事が山ほどありすぎてで有事の時は大変になるわけじゃなどうすんだ書類のやり取りなんかできるわけないじゃんだか数字が通らねえなってつくづく思うんですけどねあ <laughs> また本数字から外れたね のの頃の私の考えは父親になることに努力するよりか母親になることに努力しようと。で母親にな慣れたわけじゃない結局私は。新しい商売って形をこう成り立たせるようにしてでそれが、えー、自分でこう回っていくっていうところまで、ね、自分が回るようにとこまで持ってってっていうそこまで行って初めて母になれたって思うんだよね。だかかからななんか授業を始めてうまくいかないで でポシャっちゃったっていうのはそれはまあ、うんまああ子供に例えるんだったら流産,流産しちゃいましたみたいなもしくは、えー、赤ん坊の頃に死んじゃいましたみたいな感じなんだけど私の場合は出張修理っていう形態を作ってそれをきちんと回るようにしてで私がいなくても勝手に動くようなところまで持ってけたわけじゃん自転車のガチャガチャいじるお店っていうのもこう自分でやってでもう私がいなくてもことが回るようにっていうところまでできたんだよそれから DVD をやってで動画で何とかするっていう仕組みなんかもこれを作ってでこれも私がいなくてももう回る回るしさそれ以外にも今 YouTuber っていうのがいっぱいいるわけじゃん。で YouTuber の動画なんかを見てるとまあ私の動画をこうなんか参考にこれ作ってるなっていうのがいっぱいあるわけね。でいっぱいあるってことは要はそれはどういうことなのかっていうとパクってけしからんじゃなくて私の遺伝子が電波してってるってことだよ。私は母親です そういうい意味において、だら私は母親になれたので母としての私はもう満足しちゃってんのねで満足したんでじゃあ次は父親もやるかってんで今父親やってるんですけどうん父親かつ専業主婦だよもう大変だよ <laughs> 大変うぅみたいなうぅ大変だよみたいな。う で、拒否して何やったかっていうとこれまたあの誤解生みそうなあれでうまくね表現できないんだけどもう言っちゃおう父親親でであるよりも母親で会いたたかったってことですね。これねお父さんだったら誰でも思うんだけど自分に子供ができました自分はお父さんでありましたとか言ったってその子本当自分の子かみたいなお母さんは分かりますよねお母さんはわかる自分が産んだ子だっていうのはね確実にわかる。 確実にわかるけれどじゃあ父親はどうよって言われると多分俺の子みたいな「いやきっと俺の子俺の子に違いない」みたいな <laughs> おそらく自分の遺伝子が入ってんだろうぐらいにしか思わないわけ。あの私のは <laughs>、えー、えは一番上はうちの。 ワイフによく似てます、ね、で2番目は私によく似てる <laughs> でもどんなふうに似てるかっていうと、うん、友達と遊んだりしないで自分で隅っこでなんかこうゴニョ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 ずっといじってたりして <laughs> あとね超マイペースだね超マイペースで人から何をどう思われようが知ったこっちゃないで自分のやりたいことをやってるよ。<laughs> 面白いねうん面白いあのうんで一番目の子供はもうあれね本当にうちのワイフに似てる <laughs> 似てますよであのどん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 似てきてますようんだからああなるほどなってかなるほどなとか思う,思うねあの明らかにこの父にしてこの子ありっていうのはあの何 今の天皇,天皇の,あのお嬢さんの,、ね、あの愛子さまは本当さ子供の頃から大きくなってってもさあ,あこれ天皇の子供なんだなっていうのがこうなんか天皇の面影というかなんかこうあるじゃないあ,あ確かに遺伝子がいってるなっていう感じがへえとか思うよ。我が子が子できてて初めて思うんんだよふーんとかって命って不思議だなとかって。 でそれはあの自分にとって世界でもオンリーワンなわけじゃんオンリーワンっていうかまあ子供がまが何人もいるとまあそれはオンリーワンっていうかどうかっていうのあれなんですけどとにかくあの実際父親になってみてまあ父親じゃなくてもね母親でもそれでも「ふーん」とかって思うところがありますね。うんまあ、つ続きいきましょう だけど私が作ったこの出張修理の仕事っていうのはこれはね私が生んだんですよそれ以前にも自転車の出張修理ってのはのあったけどそれはね自転車店が自分とこで売った自転車のアフターケアとしてやってるだけの出張修理ってのは昔からあったんですよ私みたいにねどこで買おうが電話一本でパッと行ってパッと直してさっと引き上げてそれでもきちんと利益が出るっていうビジネスモデルを作ったのはこの私です。うん いくらねきれい事を言ったって仕組みが持続できなないいんじゃ意味がないのねで。世の中ねなんだかんだ言っても豊かになってでお金もエネルギーもあまりに余ってる状態なんでそうなるとね世の中なんかへんてこな方向にいっちゃうんだよね。今だとあの環境環境って言ったりとかね再生エネルギーがとか LGBT がとか多様性がとかなんだかんだ。 ああいうのはた択並べてどっかの誰かから金を踏んだ頃あのだどっかの誰かっていうか公的な金ね公的な金を自分のところにこう回しちゃおうっていうただひたすらその目的でやっちゃっててでそれでどうなっちゃうのかっていうとなんいいことは何にもなくってそれでいて特定の人が金をチューと吸い取っていっちゃうのよ。だからまあそれは豊かと思っていいんじゃないのかな。で 商売やってると無駄な金なな金んてないのね組織が生き延びるために最大限こう頑張んなきゃいけないのよそうじゃないと潰れちゃうからさあとライバルがいたりとかしてライバルに負けちゃうんで、えー、ある意味この洗練されていくそれからある意味こうなんだいい方向にパワーが集中していくんですけど公的な金っていうのはね踏んだくれるだけ踏んだくろうっていう人間をわっとたかっていっちゃうんで。 なんかもう汚らしいことになるような <laughs> ああ素敵だなっていう感じは一切ないよねただ,ただただ汚らしい汚らしいのにそれに関わってる人たちはみんなさきれい事を並べるんだよな。うん、で私がやってた頃ことはあの公的な金とは一切関わりのない。 自力で全部こうやってってのねで自力でやってで自力で回るようにまでこう持ってってでそれを真似した人も自分で何とかやっていけるような仕組みが出来上がったわけよだからこれこそ私は生命力だと思うんですけどね。で公、えー、的な金、うん、だからそんなあの国連がとかねあの環境がとか。 自然がとか,なんかそ,ういうそういうのやってるのって結局どっかの金どっかの誰かの金をこう自分のところで奪い取ることだけに集中しちゃってるんで,でそういう人を私東京で知り合いが何人かいたのねでど,どうなってんのかっていうとうんとねすごい勢いで老けてくでんでかっていうとやっぱ競争は厳しいらしいんだよね話聞いてるとね。だってそういう美味しいいしポジションがあると いいしいポジションを狙う人間が周りにいるわけじゃんでその人がさ例えばさなんか環境だとか LGBT がとかあの男女平等がとかっていうその組織でおいしいポジションに就いたとするとどうなるかっていうとおいしいポジションに就いてるといかは組織だからさ周りにも人がいるんだよ部下とか。そうすると部下なんかが協力し合うのかって言ったら協力はし合わないわけだよ。そいつ落とせば自分が上に上がれるって気で周りもいるからさちょっと隙見せるとやられちゃうんだよね。あとは 書類回しといてとかって書類を渡すとその大事な書類だったりすると書き換えられたりとか「あ紛失しました」とかね「紛失しました」って言うと「お前何やってんだ」って言われちゃうんで紛失したかどうかは内緒にしてそのままどっかやっちゃうとかあのどっかに挟み込んじゃうとかやっちゃっていやそういういいことの連続らしいんだ,よだからそうやってずるいことやって得する人が幸せかっていうと「うんなかなかどうしてね」 そそれはそれははであこのの人らも生きるのは厳しいんだななみたいい厳しいっていうかねだってそんな世界いるんだったらもうやめちゃいえのになとか思うんですけどでも一回その業界に入って5年10年経っちゃうともう抜けられないみたいそこ,そこ以外の世界知らないからさ、うんまあ、しょうがないよねはい次行きましょう。